はい、ガレージ友吉です。今日はね、ちょっと昨日の続きで、ジオラマでまあちょっと一旦ね完成しました。で、この紙芝居をしてるおじさんをまあ腕とかね、足とかをつけて、こんな感じで置いてみました。で、子供たちもね、こんな感じで、まあ紙芝居を見てるような感じでね、置いてみました。はい。で、まあこんな感じになりますね。はい。まあ。なんとかね、まあできたかなと思うんですけど、で、ちょっと昨日言うてたね、ゴミ箱ですね。まだ、ね、こんな感じでまだできてないんですが、まあこれは、つけてもいいし、つけなくてもいいってなってるんで、まあ、もしね、つけるんでしたら、このね、あたりか、ここら辺に、つけれたらいいかなと思います。はい。で、今日は、まあ、車なんですけど、ホンダの N360 ですね、を置いてみました。はい。まあ、ね、次ね、柵、これ一本だけ、この、ね、このやつをつけてるんですけど、もう一段下につけたらいいかなというのも考えてますけど、まあ一応こんな感じにね、出来上がったんで、ちょっと完成っていうやつがなります。はい。どうでしょうかね。いろいろと手も加えたりとか、まあ、ほんまやったらね、このね、土台だけっていうか、まあ、感じなんですけど、この、下とかね、は、僕が、いらない板をね、くっつけて、こういう材料とかも全部して、大きく、ちょっとしたんですが、まだ、ちょっとね、材料をいろいろ買ってきてね、手加えるとこは手加えて、ね、写真とか撮って、まあ動画とかも撮りたいと思うんですけど、まあ、一応ツイッターとかにもね、あげたらいいかなと考えてます。はい。まあ、で、今度ね、まあ今、この、電柱のとこに街灯ですね、は光らせますけど、今度ね、この灯籠のね、灯籠の中に、まあ、LED 電球ですね、つけて、で、光らせたいかなと考えてます。はい。まあ、一応こんな感じで、完成ですね。紙芝居ですね。ジオラマ完成しました。また、今度ね、違うこと、プラモデルとか、ジオラマとかも、また、作っていきたいと思うんで、もしよかったら、次の、ね、動画とかも見てくれたら嬉しいと思います。はい。それでは、チャンネル登録、コメント、グッドボタンをお願いします。ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。